はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はね、久々にね、超久々にね、ワインです。俺あんまり買わないんですけど、随分前に買ったワインがあってですね、これ、賞味期限大丈夫かと思って見たら、賞味期限が書いてなかったんで、載ってないんで、多分大丈夫だと思いますけど、容量が 500ml で、ラランビーノか。っていうちょっと可愛らしい、なんか、パッケージ。でね、軽やかワイン、ラランビーノ、高ポリフェノール赤という、アルコール度数が 3% という低めの、マジで低いな。今思ったけど、ワインって普通アルコール度数15度ぐらいあるけど、ね。3%? で、ポリフェノールが2倍と書いてあります。サントリー。豊かな香味を醸し出した素材を生かし、サントリー独自の技術でアルコール 3% の本格的な赤ワインを作りました。甘辛度がやや辛口で渋みが程よいで、タイプがミディアムボディで、おすすめの飲み方が軽く冷やしてと書いてあります。じゃあ飲んでいきましょう。まあアルコール 3% だから俺あれだな、飲みやすいみたいな、いい感じにブドウのあれがうまいんじゃない？乾杯。うわっ。あ、結構甘い。あ、甘いわ。あ、甘っ。これブドウだ、これ。甘っていうか、いや。結構甘い。結構甘めだけど、普通のワインに比べると甘めですね。かなり甘めですね。もう、舌で甘さを感じるぐらいの。うん。まあ。まあまあ。まあまあまあ。で、今ビール飲んでるんですが、本当は先ほど、このビールを録画するつもりだったんですが、どうやらですね、もう録画してたみたいで、このドライプレミアムのね、初仕込みをね、また買ってきてしまって、もう、ね、初仕込みプレミアムとか言ってさ、あれこれ2014年収穫とかが書いてあるんですよ。で、俺今、あれ今2015年なのになんで2014年収穫のやつを飲まなきゃいけないんだと思って、見たらすでにあの、ググったら俺の動画のやつ、検索したらもうすでにこれ飲んでて、あら、もうね、飲んだやつが多すぎてね、どれが飲んでないのかもわけわからなくなってきて。困ったもんだよ。これは結構甘くて飲みやすい。うん、これやや辛口って書いてあるけど、どう考えても、これ甘口の部類だろ、これ。ちょっとあれだな。明日はあれだな。焼酎の赤ワイン割り。っていうあの、なんか、洋津辺にあったんで、なんか下町の、俺がね、確か登録してなかったっけな。俺がね、まあ、興味ある人はね、ぜひ、見てもらえると嬉しいんですが、履歴で、うわぁ、ひどい履歴ばっかりあるな、これ。見せられない人に。人に見せられるこの動画の履歴じゃない。
これ履歴さすがに俺のやつ見れないよね、誰もね。まあ、見れたらほとんどプライバシーの侵害だから。あがん、これは。どれだっけなぁ。梅割りの。あれ？なんかほとんどエロい用つべのやつばっか見てるわ。あれ、最近見た気がしたんだけどな、あれ気のせいか。あれれ、あ、これだ。これだったか。確かね、どれだったかな。とりあえずグッドしとくんで。グッドしとくんで、俺がね、グッドしたやつでね、多分見れると思うんで。てかね、ようつべで梅割りでググると、梅割りでググれば多分出てくるんじゃないかな。なんかチャンネルの、あ、これだ。炭火串焼き、もつ串煮込み、笹や、立ち飲み屋っていう、ヒゲを剃るとき剃り残しのないようにしているっていう、なんかチャンネルのやつですね。マチログっていう大衆酒場編マチログ。まあ、とりあえずグッドしとくんで。北千住駅っていうところの、ぶどう割りというやつを明日飲みます。焼酎の、まあ、前回以前飲んだ梅割りの感じで、焼酎にワインで割る。ぶどう割りと言いつつ、ワインで割る。酒を酒で割っちゃってどうすんだよ。まあ、これですね、話スタイルがございまして、迎え撃ちスタイルって言うんですけど。うん。俺の息がちょっと酒も。というね、のは明日飲みますけど。そのためにこのワインを買ったと。ね、度数が低めのワインを買って、ワイン、焼酎のワイン割りというか、逆かな。焼酎が8に対して、ワインが2ぐらいの割合。か3か、7-3ぐらいで、焼酎が多めで割るっていう。うん。そんなやり方で。でも、このあれだな、3% はちょっときついな。きついなっていうか、全然きつくないから、逆になんかワインらしさがないな、これ。せめて、アルコール度 10% ぐらいのワイン。ワインってだいたい14度とか13度ぐらいありますからね。3% とかちょっと低すぎるわ。中杯、3% の中杯とかありますけど。あれじゃねえんだからさ。まあ、でも、ポリフェノールがうんちゃらかんちゃらっていいっていう話はありますからね。体にね。まあ、でもこれは甘くて飲みやすいということで。
まあ、アルコール度数も低いから、まあ、そういう意味だと、女性でアルコール飲めないっていう人に、おすすめなんじゃね？おすすめなんじゃね？的な、感じですけど。まあ、ワインだから結構コクはあるんだよね。甘さが若干強めの、香りはまあ別に普通ぐらい。これは進めません。まあ三つ星ってとこだろ。4433です。ご視聴ありがとうございました。